あ、カンチパパおった、カンチパパこんなとこおったわ、わかりにくい。カンチと約束があるということは家に遊びに行くと。ウィスパーと一緒に行くのは初めてよね。どんなお家なんでしょうか。広いベランダとか大きなテレビとか、とにかくセレブ。噂の高級住宅街ではないですか。ケータかなり嫉妬するんじゃなかろうか。カンチの家にフミちゃんが遊び行くなんて。その前にやっぱりね、ケータにも挨拶しときましょうか。どう？なんて言う？もうすぐ夏祭りだね。ああ、そういうことか。九州。九州夏祭りか。絶対一緒に行こうね。カンチたちも誘ってさ。ああ、すごいね。夏祭り誘ってやんね。これかなり、積極的なケータッチですよね。本当は二人で行きたいけども、カンチたちも誘ってね。いうことで。ははー。カンチのうち来ました。ウォッチランク B 以上で入ることが許されておると。格式のある家。早速、カンチのお母さん。ふみかちゃんいらっしゃい。よく来たわね。カンちゃんは、カンちゃん言うてるよね。お部屋は2階よ。ゆっくりしていってね。カンチのお父さんってさ、そういえば夜、おるよね。あとでやつ持っていくから、お邪魔しまーす。お昼は、基本的にお父さんとかいないんだよね。夜になると帰ってくるカンチのパパ。アニメにカンチのパパって、全然出てこんよね。ふみかちゃん待ってたよ。本当は迎えに行くつもりだったんだけど、ちょっと手が離せなくてさ。博物館のチケットあるから、これから一緒に見に行かない？本当？行っていいの？ふみかちゃんならきっと行きたがると思ってたよ。クマやケータを誘っても行きたがらないと思ったからさ。やっぱり僕も行ってみたいし。まあ、ドラゴンボールちゃんは、ドラえもんで言うところの、まあ、スネオポジションですよね、感じは。じゃあ今日は博物館だね。早速だけど博物館行こう。ひょうたん池博物館行くことに。で、ひょうたん池博物館のボスが亡霊武者だよね。博物館が楽しみだな。博物館デート。最近の小学生は進んでますね。そんなんじゃないよ。博物館で、ケータとはデートとかせえへんけど、カンチとは博物館デートか。はよよ。あら？もう帰り？カンチは先に博物館に行ったみたいよ。声めちゃ高ない？あら？あら？めっちゃ声高い。カンチはフミちゃんのことどう思ってるんやろうね。どうなんやろうね。スネオが静香ちゃん好きっていうのもないしな。特にか。特に意識してないかもしれんね、カンチは。別の女の子のこと好きかもしれない。博物館到着。どこおる？カンチ。いたいたいた。ふみちゃん、いつ来るのかなって待ってたんだよ。これはティラノサウルスの骨格模型だね。ふみちゃんも恐竜は好き？イエス。恐竜の絶滅理由にはいろんな仮説あるけど、有名なのは隕石の落下だよね。ほや、氷河期時代が到来して恐竜絶滅ということですよね。隕石の衝突で巻き上げられた塵が太陽の光を遮って生態系を壊したと言われているんだけど。そうそう。ふみちゃんなら分かってくれると思ってたよ。さすがだね。恐竜が生き残って進化してたらどんな風になってたのかな。なんかさ、爬虫類っていうか、トカゲとかも、ちょっと恐竜と似てるよね。なんか先祖が恐竜じゃないかと言われてるけど。せっかくだし他の展示室も行ってみましょうか。どこ？カンチどこ置いていかないで。博物館デートじゃないの。博物館デートじゃないの、カンチくん。どこ？これってレプリカかな。基本的にレプリカっぽいけどね、博物館に飾ってるのって。私は面白いと思うけど。もちろん歴史のロマンとかそういうことを否定するつもりはないよ。やっぱり人間には向き不向きってものがあるよね、確かに。得意な分野、不得意な分野あるよね、わかる。続いてカンチがいるのが、ここの辺ですよね。謎のオブジェ。コメントなし。ノーコメント。回ってるね。なんかいいね。そうだね。正直僕には理解できない芸術だけど、後世ではこれこそアートって呼ばれるのかな。
どうなんだろうね。カンチの言う通りですよ。偉大な人物というものは常に時代の最先端を行くもの、常人には理解できないものを作るってことだよね。有名な芸術家たちも当時から認められていたとは限らない。確かにこのフォルムなかなか悪くありませんよ。感じ方は人それぞれだよね。展示室も見ても私そろそろ変わろうか。なんかこの氷体期博物館には噂があるんだよね。カンチくん、カンチくん、どこ行ったの？置いてかないで。この受付のところだよね。楽しかった、博物館デートは。ふみちゃんも楽しんでくれたら嬉しいな。残念ながら探し物は見つからなかったけど、カンチは何を探していたのか？あれ？なんか探してたの？そうそう。そうそう、実は最近この博物館に変な噂があるんだよね。展示物が動き回る、恐竜が動き回るとかってことなのか。受付嬢たちの噂、ん、夜になると動き出すっていう、あの噂よ。実は私見ちゃったの。テレレレテイテイ。展示室の隅で目を光らせて今にも動き出しそうな大鎧の姿、大鎧が動いているってことだよね。それがボレムシャ、ボレムシャ。今の聞いた？あれこそ僕が求めてた情報だよ。夜になると動き出す大鎧の秘密。この間読んだ雑誌に載ってたみたいな。幽霊や妖怪といった存在も未来では科学で解明されるかもしれないって。本当にそんなものが存在するのかどうか僕はこの目で確かめてみたいな。オカルト好きなんよね、カンチは意外と。オカルト好きのカンチ。カンチはデートついでにそれを調べていたとは。ほほー、ふみちゃん一緒に来てくれる？頭のいいふみちゃんが一緒ならそれを見つけられそうな気がするんだ。わかった、決まりだね。夜になったら博物館前で待ち合わせだよ。これ下心はなさそうだよね、カンチね。全然。ではですね、また夜博物館デート行きましょうか。夜になったんで、カンチの家行ってみましょう。多分お父さんが帰ってると思う。カンチのパパ、いるかな？あ、靴がいっぱいあるよね。多分右端のやつがこれ、カンチのパパの靴だと思うんだけど。あれ？あれ？カンチパパ、あれ？誰もいない。誰もいない。なんかそんな絵があった気がするけど。カンチのママもいない。どうなってんの？家族が誰もいない。いた！カンチママ発見。そういう風ヒルズで見る月は綺麗でしょ。そんなとこおったんや。カンチパパがなぜかいない。なぜだ。カンチパパなんでいないの。すごいセレブやな。夜月を見ているっていう。心まで豊かってことだよな。財布だけじゃなく。夜の博物館やってきました。カンチとお忍びデート。もうこれかなりジェラシーだよ、ケイタは。待ってたよ、フミカちゃん。早速だけど、博物館の中入ろう。正面からは入れない出入り口、探してみましょう。で、博物館の出入り口が、ここなんだよね。雲外鏡で中に入ることができる。これは？妖怪の気配を感じますよ、フミカちゃん。入れそうな場所は見つかった？カンチはこの鏡を見ることができるんだよね。古い鏡だね。妖怪を見ることができるのか、カンチ。キラリン。鏡が光った。そしてワープ。京都駅博物館の中にワープ。超常現象が起きている。ここは？さっきまで外にいたはずなのに。実際に体験してるんだし、ありえないなんてことはないか。だとしたら僕たちはどうやって中に？人間が壁を通り抜けるっていうトンネル効果が起きたのかな。カンチはオカルト好きやで。で、このクエストクリアっていうか、8章終わったら雲外鏡を使えるようになるんだよね。これ妖怪の仕業だよね。おそらく
雲外教の仕業に違いありません。物に魂が宿るつくも神というもの、人間には普通の鏡にしか見えない。つくも神やて、はっひゃー。彼らは確か鏡の中の空間をつなぐ能力を持っていたはず。じゃあもしかしてさっき博物館の前に落ちてた鏡、なんかさ、そういえばトイレに雲外教って絶対いるやん。トイレの鏡につくもの神がついているってことなのか。雲外教、雲外教、何やら困っているようでうぃっす。数日ほど前からこの博物館は怪奇現象に見舞われているのです。夜な夜な展示物が動き回り、恐ろしい声を上げていると。なんか大鎧が動くという事件が起きてんだよね。でしかもなんか私の体をなんか噛んだり、それは、まあ、ボスなんだけど、ネズミのボスなんだけど、なるほど、困らされておるんで私たちを呼んだと。展示物を守るためにも協力しましょい。なんやかんやありましてと、今ちょうどセキュリティの解除終わったとこだよ。バイーン。これで資料保管庫いけるね。これだと思うんだけど、これで間違いないよ。セキュリティはバッチリ解除しておいたからさ、動き回る大鎧の仕掛けを解き明かそう。鎧が勝手に動くなんてそんなのおかしい。資料保管庫の奥に大鎧が。これが噂の大鎧。確かにこの鎧から勇気を感じますが、鎧そのものは何の変哲もない。仕掛けがあるのか。ゆさゆさ、あ、動き始めた。よよ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 、鎧だー、ぎょぎょー、気をつけて、やってきますよ。ボス戦か、サクッと倒しちゃいましょうか。亡霊武者本体が中におるから、今攻撃必殺技打っても仕方ないよね。とりあえずピン打っといて通常攻撃していく。生ハゲさんがいい感じで攻撃してくれるかな。不死身御前もね、いい感じで攻撃してくれるかもしれん。取り付き不死身よ。 HP がだんだん回復。取り付かれてもたーん。ほいで出てきました、ボスネズミ。なんか額のところに三日月みたいなのがあるんだよね。あ、どうしようかな。とりあえず不死身御前いっとく。不死身御前の必殺技、フシフシドレイン。生ハゲさんの通常攻撃だけでもめちゃめちゃ HP 減ってるよね。フシフシドレイン、 HP 吸収して味方にシェア。これ犬神さんもいっとく。シュッパ、こんな感じ？いや、こんな感じ？犬神の必殺技、速攻で決めるぞ！とどめは犬神で行かせていただきます。氷結地獄！手のひらでバヒョン！キュービさんがグレン地獄、火の炎って感じなんだけど、逆に犬神さんは氷系なんだよね。あ、なんか、背景いっぱいいろんな絵があるね。見たことあるような、見たことあるような絵画がいっぱいあるね。ボレムシャさんは、倒すと経験値1880。アイテムドロップは、鉄壁のお守りドロップ。大鎧の正体はネズミだったっていう。ネズミの妖怪ね。チュー！服着てんだな、一応。ちょちょなんか、雲外教にいたずらしていたのはあのネズミだってことだよね。ネズミが大鎧の中に住み着いてて動いてるように見せかけてたんだね。やっぱり非科学的な理由なんてなかったってことだね。そろそろ帰ろうか。カンチのパパ、いつ帰ってくるんだろう。このクエスト終わったらかな。どうやって博物館の中に入ったのか気にならないんですかね。さっきトンネルがどうとかスタトンネル効果で入ってきたって感じはこう納得してたけどね。
ありがとうございました。これで私も安らかな夜を過ごせるというものでございます。私の顔を夜な夜なカリ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 とネズミに噛まれていた雲外鏡、大きな被害が出る前でよかったですと。でもこれもやっぱりイカカモネの仕業なんだよね、おそらく。雲外鏡を助けたということで、雲外鏡が仲間に、そして自由にワープできるように。雲外鏡、おい、ふみちゃん帰ろうよ。妖怪なんていないってレポートにまとめたいんだ。普通の人間には妖怪が見えないんだからしょうがないよね。カンチ君にこの素晴らしい妖怪ボディを見せられないのが実に残念でおりそう。ちゅうてー、発祥でようやくカンチのお家に入れるようになったんですけど、夜パパはおるかな、パパはおるか、おらん。カンチのパパっていつ帰ってくるんだろう。いつなんだったっけかな、結構遅いんだよな。心配よ。あ、カンチパパおった。カンチパパこんなとこおったわ。わかりにくい。帰ってきてたんやね。やっぱり帰ってきてたんや。いや、ふみちゃんよく来たね。これがカンチのお父さんですね。なんかね、めっちゃダンディーなんよな。日本人離れしてるっていうか、なんかレイトン教授に出てきそうっていうか、髪の毛茶髪でヒゲ生えてんだよね。で、鼻がちょっと高いと、イギリス人っぽい感じもあるよね。ところで、館長は見てないかい？まだ帰ってきてないみたいなんだけど。なんかね、夏祭りなんですよね、九州が。で、館長とか、あと熊とかは、学校に行ってんよね。おしゃれやね、館長パパは。ほえー。ジーパンかなんか黒色のズボン履いてて、これでなんかベスト着てるっていうね。おしゃれ、さすがセレブだぜ。